武田祐儀は、平安時代末期から、鎌倉時代初期にかけての武将。逸見祐儀とも、姓は源氏義満隆、甲斐、源氏の同僚、武田信義の四男。後に、叔父の逸見光長の養子になった。東鏡によれば、自称四年四月に、後白河天皇王子、持人王の平家討伐領事が東国へ、到達されると、伊豆の源の頼朝もら、源氏の一族は、 半平家の挙兵を行い自称、樹衛の乱となる。会、源氏の挙兵は、伊豆の頼朝が、石橋さんの戦いにおいて平家方に敗退した、直前にあたる同年8月20日前後と考えられているが、当初は、会、源氏の所属は、同一行動をとっておらず、平家法に仕えていた鏡玄公の子、秋山光町や小笠原町清は在京しており、遊戯も上落して、 高倉天皇中宮野の,の侍長、また、左兵城に任官し、平の清盛の嫡男、重盛に仕えていた。海源寺は遊儀の父である武田信吉らに率いられ拒兵し、藤川の戦いなどで平家方を撃退し、遊儀も活躍している。頼朝が鎌倉において、関東経営に着手すると、海源寺は、なんと北霊氏と八尾見源寺らと共に、 半平家勢力の中心的存在となり、同年9月5日、11月7日には、頼朝追悼戦時が発せられ、頼朝のみならず武田信義ら会、源氏の一族も追悼の対象となった。慶においても、藤川の戦いにおける平家方の敗退、東,東美、三河方面までの会、源氏の勢力新調の情報はもたらされており、 同年12月24日には遊戯の祭祀がとで何者かに殺害され強手される事件が起き翌年正月4日に遊戯は開館されている鎌倉の頼朝は平家討伐を進める一方で諸勢力の分断策を図り遊戯は文治4年鶴岡八幡宮における大般若教の供養の式の場において頼朝によってメンバされるこの際遊戯は よりとものご剣役を命ぜられ、これを渋る様子を見せたところ、かつて、平野茂盛のご剣役を務めていたことをよりともから指摘され、万座の中で大いにその面目を失った。この事件の影響で、その後は、求心力を失ったという。東鏡によれば、正治2年、よりともの死後における、梶原景時の変に際して、景時と同心したという権議をかけられ、 本拠地の開国から蓄転し、その地位を失ったとされる。この過程においては、遊戯を誠意大将軍に擁立するという趣旨の陰時の密書がその館から発見されたとの申し立てが、弟の伊沢信光によって行われた。この事件以降、あず鏡においては遊戯の名は、現れず、伊沢、武田両政が兵器されていた信仰の姓が武田に統一され、 武田氏統領の地位は信仰に移ることになったと考えられている。鎌倉時代の文字2年4月8日第5次文書目録には、島僧、小松僧に隣接する荘園として、塩塗僧の存在が見られ、山梨県甲府市場部付近に所在していたと推定されている。武田遊儀の失足である有信は、 塩部氏を称したとされていることから塩都僧の在地領主候補には遊戯が挙げられており、甲府市丸の内三丁目の法輪寺の石地蔵は遊戯の墓所とする伝承がある。これは西青沼に所在した松寺の地蔵庵から移転されたもので、甲斐の国史によれば、将軍地蔵、岩間地蔵と通称されていたという。また、甲府市善光寺に所在する。 海義満寺に伝わる阿弥陀如来像は、甲府四川塚に所在した、構造寺の本尊像で、これは遊戯による感情であると考えられている。ありがとうございます。